2012年ロンドンオリンピックのバレーボール競技2012年ロンドンオリンピックのバレーボール競技女子決勝2012年ロンドンオリンピックのバレーボール競技女子決勝は2012年8月11日現地時間18時30分にアールズコートエキシビションセンターで行われたブラジルとアメリカは予選グループリーグで共にプール部に振り分けられ稽古試合を行った 結果、それぞれ4位、1位で、決勝トーナメント進出を決めた。なお、予選、第2戦での直接対決では、アメリカがブラジルを3の1で下していた。WS イコールウィングスパイカー、OS イコールオポジットスパイカー、メガバイトイコールミドルブロッカー、S イコールセッター、L イコールリベロこの試合の個人スタッツは、次の通り。氏名が、太字は、チーム最多得点者。 決勝戦は、前回の北京オリンピックと同じく、ブラジルとアメリカの対戦となった。11から25、25から17、25から20、25から17でブラジルが勝利し、2大会連続2回目の金メダル獲得となった。ありがとうございます。